年はですね、去年のまずその種まきが過去にないぐらいの劣悪条件、いわゆる雪の上からまいたという初めて その外まきとしては、今までにない悪条件がね、始まった外まきなんですよね。それでひょっとしたらダメかもしれないとい う思いの中で、レベスのそのいわゆる晴れたがここまで成長してきましたけど、その神話が崩れちゃうんじゃないかなっていう不安のもとに、去年とにみんなでまずやってみようと言われたんですよね。それが春になってみると、逆にここ何年かで技術が向上したことによって逆に早すぎているというその現象が起きてね、逆に収穫量を落としたんで、それ今年は逆に思いのほか適正な量 そのいわゆる出荷の発芽というか、それによって今まで以上に肥料がたくさんやれて、増収となるべき要因が逆に揃ったということで、6月の頭ぐらいまではもう大喜びって言ったらいいかな、怪我の巧妙というか、非常に期待にあふれたのね。ところがやっぱりそうは問屋が押さないというか、6月中旬以降、まあ、低温だとか、あるいは曇天候雨、日照不足、これが続いたことによって、いわゆる一番心配された赤カビ病、これがやはり多発してしまったということで、いわゆる過去最高収入になるんではないかと言われた分が、まあ、その分で差し引きになっちゃったんですけども、さらに今こう20日ほどあるじゃないですか、最後にこの干ばつの被害を受けて、まあ、例年というか昨年から見たらひょっとしたらちょっと収量落ちるかなというような感じになってます。ただ麦そのものは悪くないです。で、今やエベツで一生懸命こうエベツ小麦麺ですとかエベツ産有田かということで売り出してますけども、その名を貶めることは今年はないですし、そういう意味においてはまあホッとしてるんですが、まあ農家からするとちょっと手取りが寂しくなるのかなっていう課題は残った1年かなと思います。